お疲れ様です。今回はフードロスを食い止めるためのサイト、トクポチについて解説しようと思います。このトクポチ、私、今年の1月から参加してですね、プレミアム会員になってるんですけども、いや、むちゃくちゃ安く買えるんですよ。例えばね、一番上のイカのゲソ焼きってあるでしょ定価が289円なんですけども、これは本当にね、値下げがほとんど起きない商品なんですよ。観光地とかにある、あれですよ。173円値引きで、116円なんですね。 いや、これね、美味しいっていうかね、やったなと思いましたね。で、カツオ大根の、これもですね、171円が、だいたい半値ぐらいの68円で買えるんですよ。で、大好きな、サキイかね、ピリテン。これも、えー、754円のところ、603円引きの151円ですよ。どんな割引率なんやと、8割とか9割引いてるんですよ。で、同じようにこれも、1058円のものが317円ね。これも、 同じように安いでしょ。540円が162円。むちゃくちゃ安いんですよ。あと、大根なんですけども、これ地味ですけども、ね、160円のが48円で買えるんですよ。大根なんて真空パックだから賞味期限長いじゃないですか。それから串だこ。これもなかなか手に入らないんですけども、626円が125円で買えるんですよ。この串だこね、5個ぐらい欲しいなと思うんで、5個頼んでおこうかな。はい。ちょっと待ってくださいね。5個頼んで再計算します。どうでしょうか。5個頼めたかな。 1> ああ、一個しかもうないんだ、在庫が。惜しいなぁ。で、バナジウムの水は21円。ペットボトルの500。ね。すりごま67円。ね。これ、七味唐辛子。まあ、これはまあ、100円とかでも買えますけども、61円なんでちょっと安いでしょ。で、コーヒーが430円の1リットルコーヒー。美味しいコーヒー。これ、アマゾンで検索してください。ほんとこの価格ですから。これが129円ですよ。で、締めて、今回、 26,246円が18,731円引きの7,515円で買えるというね。いや、これね、ぜひね、プレミアム会員になって、あの、月に1回でも買い物してください。むちゃくちゃ助かりますよ。価格3分の1ぐらい ?4 分の 1?4 分の1ぐらいになってますね。だから、7割から8割引きなんですよ。動画概要欄に URL つけときます。それじゃあ。